ダチョウやドリームクリエイターの銀です。今日は久しぶりに質問コーナー。さあ今週バレンタインが終わりましたね。皆さん好きな人に思いは伝えたんでしょうか。今日はそんなバレンタインに関する質問。バレンタインとかホワイトデーとかぶっちゃけどう思う。確かにね、好きな人に思いを伝えるいいチャンスだとは思いますよ。けど実際バレンタインに告白する人ってどんぐらいいるのかね。だってこの日にみんなが告白してたら、ほとんどの人バレンタインデーが記念日だからね。記念日がバレンタインの人って少なくとも私の周りではいないかな。あと年々商業利用がえげつない。義理チョコ、友チョコ、自分チョコ、そんなにチョコ死させたい。チョコレート致死量あるからね。体重の1割食べたら死ぬからね。まあ、そんな食べないだろうけど。まあ私としては女性社員の多い会社での男性社員がかわいそうだなと思います。女子はさ、みんな割り勘して一つのチョコレート買ってるけど、男子はみんなにお返ししないといけないからね。あれもえげつないよね。とまあこんな感じで、皆さんもあの風習に対して言いたいことたくさんあると思うんですよ。いいよ、コメント欄にぶちまけなよ。もちろん恋愛の後押ししてくれてありがとうとかでもいいし、モテよホワイトデーのお返しざまでもいいです。皆さんの本音をお書きください。とりあえず今回お銀が皆さんにお伝えしたかったこと、それはこのゴディバです。このゴディバのロゴマークのこの裸の女性、彼女は恋愛を象徴しているわけでも、チョコレートを愛しているわけでもありません。彼女は減税を訴えてます。あ、そうそう。今、銀プロジェクトはだいたい金夜に週1配信してるんですけど、今後、日夜に変更したいと思います。まあ、次の日月曜日ね。よし、またこれから1週間頑張るか。って時に銀プロをお楽しみください。それじゃあバイバイ。ダッチョワイヤ、動画を見てくれてありがとう。こんな感じでくだらないことしてるから、よかったら他の動画も見てね。で、面白いなって思ったらチャンネル登録もよろしく。 Twitter とかもやってるから、別にフォローしてくれてもいいんだからね。それじゃまたね。